坂井宏樹選手はオーバーエイジ枠で東京オリンピックに出場。フランス戦ではゴールも決めましたが、イエローカードの累積警告によって準々決勝には出られないということもありました。丸、今回の話題は家族について。坂井宏樹の家族構成。坂井豪徳は兄弟、や、坂井宏樹の父は医者&実家は病院、などをお伝えします。どうぞ、ご覧ください。目次。坂井宏樹の家族構成。坂井豪徳は兄弟。坂井宏樹の家族構成。兄弟はいる。坂井宏樹の家族構成。兄弟はいる。坂井宏樹は結婚してる。坂井豪徳とは兄弟ではない。坂井宏樹の父は医者&実家は病院。坂井宏樹の父は医者&実家は病院。坂井宏樹の父は医者であるという情報。実家は病院。病院はどこ？坂井宏樹の年俸は1億円。両親超え。坂井宏樹の年俸は1億円。両親超え。まとめ。坂井宏樹の家族構成。坂井豪徳は兄弟。坂井宏樹の父は医者と年俸。坂井宏樹の家族構成。兄弟はいる。丸。坂井宏樹の家族構成。兄弟はいる。丸。坂井宏樹選手の家族構成は、両親と兄が2人です。丸。株式会社完全のジュニアサッカーを応援しようのインタビュー記事に、坂井宏樹選手の家族の話が出ていました。千葉県柏市在住の坂井夫妻に3番目の男の子が誕生する。父のふるさと、長野県中野市で誕生した赤ん坊は、2人の兄と同様に、父の名前から、木の一字を取って、宏樹と名付けられた。ということで、坂井宏樹選手は5人家族で育ったようです。丸、兄弟の年齢については、一番上の兄が7つ上、2番目の兄が5つ上ですから、自分が物心ついた時はもう2人ともサッカーをやっていました。という文章があります。2021年8月現在の年齢で計算してみると、以下の通り、坂井宏樹選手、31歳、一番上の兄、38歳くらい、2番目の兄、36歳くらい、坂井宏樹は結婚してる、丸、坂井宏樹の父は医者と年俸。坂井宏樹選手は、2014年8月10日に一般の女性と入籍しています。顔画像や名前などの個人情報は、公表を控えているようです。丸、坂井宏樹選手の子供は、2人。長女は2015年1月4日に誕生。丸、坂井宏樹選手が出演したテレビ番組で、プライベート映像を流した際に紹介されていたという情報では、名前は、うたたちゃんとなっていました。丸、第二子の誕生はニュース記事も残っていますが、坂井宏樹選手がツイッター投稿で写真をアップしています。坂井宏樹の父は医者と年俸。誕生は2019年8月26日。第二子の名前と性別の発表はありません。スポンサーリンク。坂井豪徳とは兄弟ではない。ネット上によく紛らわしい話として出てきますが、坂井豪徳、坂井豪徳選手は坂井宏樹選手と兄弟ではないです。坂井宏樹の父は医者と年俸。画像引用元、ウィキペディア。坂井豪徳選手、J リーグヴィッセル神戸所属は4人兄弟の次男で、兄は柔道家の坂井隆義さん、
弟は坂井則義選手、Jリーグサガン鳥栖所属。坂井豪孫選手、ドイツ VfR アーレン所属。坂井宏樹の父は医者&実家は病院。坂井宏樹の父は医者と年俸。坂井宏樹の父は医者&実家は病院。坂井宏樹の父は医者&実家は病院。というネットの噂について。調べてみました。坂井宏樹の父は医者である、という情報。坂井宏樹の父は医者である、という情報は、過去にニュースになっていることがありました。坂井宏樹の父は医者と年俸。このように見出しになるくらいですから、坂井宏樹選手の父親が医者であるというのは確かなようですね。丸、実家は病院。丸、ネット上に広がっている情報によると、坂井宏樹選手の父親は勤務医で、病院を経営しているわけではない、実家は病院でない、という話。丸、この根拠についても先ほどの記事、見出し、医師の父が絶妙アシストで探してみると、次のように書かれている文章がありました。坂井宏樹の父は医者と年俸、開業医ではないからリッチな生活環境ではなかった、となっているので、坂井宏樹選手の父親は勤務医ですね。スポンサーリンク、病院はどこ？ネット上には、坂井宏樹選手の父親は勤務している病院は、公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院、ではないか。という憶測が浮上しています。丸、この柏市立柏病院とする理由は、坂井宏樹選手の誕生情報に、千葉県柏市在住の坂井夫妻に3番目の男の子が誕生する。二人の兄と同様に、父の名前から、木の一字を取って、宏樹と名付けられた。というのがあるからのようです。公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院に、坂井秀樹先生という方がいらっしゃることによって、多くの人が特定したくなる理由になっています。丸、写真付きの情報を確認。坂井宏樹の父は医者と年俸。画像引用元、www.kashiwachp.or.jp。顔写真を見ると、坂井宏樹選手の父親にしては若いかなという気がします。資格、所属学会のところを確認すると、キャリアのある先生のようです。丸、しかし、坂井宏樹選手の父親と断定できる決定的な情報はないので、ズバリの結論は出すことはできません。坂井宏樹の年俸は1億円。両親超え、坂井宏樹の父は医者と年俸、フランスリーグアンのオリンピックマルセイユから、J1 リーグの浦和レッズへの移籍が2021年6月10日に決まった時、坂井宏樹選手の年俸はいくら、という話でネットは盛り上がりました。丸、ここでは、坂井宏樹選手の年俸についての推測情報を整理して、最新の年俸を探ってみたいと思います。坂井宏樹の年俸は1億円。プロ生活のスタートは、坂井宏樹選手の地元でもある、柏レイソルです。柏レイソル在籍中の年俸は、2009年300万円、2010年300万円、2011年450万円、2012年1400万円、とメディアによって推定されています。丸、その後は、以下のように坂井宏樹選手の推定年俸が変わっていきます。
ドイツのハノーファー時代の推定年俸。2012から2013、不明。2013から2014、73万3000ユーロ、約9600万円。2014から2015、64万4000ユーロ、約8400万円。2015から2016、61万9000ユーロ、約8100万円。フランスのマルセイユ時代の推定年俸。2016から2017、112万ユーロ、約1億4600万円。2017から2018、118万6000ユーロ、約1億5500万円。2018から2019、119万7000ユーロ、約1億5700万円。2019から2020、150万ユーロ、約2億円。2020から2021、110万ユーロ、約1億4400万円。2021年6月10日に移籍した浦和レッズでは、トッププレイヤーで年俸1億円と見られているので、酒井宏樹選手の年俸は1億円超えになるかどうか微妙なところ。丸、海外での実績から考えると1億円超えになってもおかしくはないですよね。両親超え、父は医者という話では、酒井宏樹の父は医者と年俸ということでした。酒井宏樹選手の年俸は両親超えになっているでしょう。